はい、それではですね、2023年の、5月10日の応用微分方程式論、パート2です。はい、先ほどパート1の方で、ルジャンドルの微分方程式に対して、単円の内側での、級数表示解の話をしました。はい。で、一応そこでルジャンドルの多項式、第1種のルジャンドル関数っていうのは出てきますよというお話を、そこまででしました。第1のルジャンドル関数っていうのが、ルジャンドルの多項式っていうのが、単円の内側の、z イコール0という正則点周りでの級数表示解から出てくるよって話をして、で、やり方は、ニューが偶数の場合と、ニューが奇数の場合に分けて考えなきゃいけないんですよという話をしました。はい。で、今度はですね、単円の外側です。で、基本的にこのルジャンドルの微分方程式は、z イコールプラスマイナス1と、z イコール無限点が確定特異点になってますよという話をしました。その話をする際に、ルジャンドルの微分方程式を一回 z イコール z 分の1で変数変換してこの形に持っていきます。皆さんこのまんまやると怪我しますから、基本的にはこちらの式で z イコール z 分の1で書き換えた上でこういうふうに、ここまでで変形する方が、計算ミスは少なくて済みます。で、この形を見ると、θ イコール0と θ イコールプラスマイナス1が確定特異点だよという意味で、z イコール無限点も確定特異点だよって話になってたんですね。はい。で、そのことを元にして、今度は、単円の外側での解についてはあの考えていきます。で、もう一回ですね、さっきの z イコール θ 分の1でですね、これ変数変換した形を、計算書いてあります。何度も言いますが、z の2回微分と1回微分をこの変数変換した時にどう書き換えられるかっていうのは、これは、自分で、やってみてください。一個だけちょっとヒントを与えておきます。はい。ですね、青で与えておきます。これどうするかっていうと、例えば1回微分に関して、はい。これどうするかっていうと、こいつを、まずこういうふうに書き換えるんです。これ、いわゆる合成関数の微分ですよね。でもって、その時に、dθ 分の、dz 分の dθ っていうのは、どうするかっていうと、dθ 分の d の θ 分の1なので、ですから、マイナス θ のマイナス2乗になるから、ここから逆に、θ 分の dz っていうのは、マイナス θ 二乗になるよっていうのを、これを入れてやると出てくるんですね。ここのところに、こいつのところに、この式を入れてやると、1回微分が出てくるわけです。で、2回微分の場合は今度はどうするかっていうと、2回微分の場合には、と考えると。というのが、この書き換えをするためのですね、基本的な、シナリオになります。基本的にはこれは合成関数の微分というやつで、合成関数の微分っていうのは高校の数3で教わりますから、その意味では、これ高校の数3のレベルの話なんです。はい。という、複素数であるってことはこれ使ってません。実関数の同関数における合成関数の微分。合成関数の微分の公式っていうのは、これは高校の数3の教科書に載ってますので、はい。その範囲での2回微分と1回微分を z イコール θ 分の1でですね、変数変換した時の変形っていうのはこういうふうにやります。はい。これ、一度は自分できちんとやってみてください。は
はい。その上で、はい、確定得意点。この微分方程式、ゼータ平面上でのこの微分方程式に対しては、ゼータイコール0の周りのですね、単位の内側で、ゼータイコール0をくり抜いた単位の内側の領域における級数表示解ってこうなります。はい。いつもはここはゼータの上をですね、マイナ、ロー状にしてるんですが、今はですね、Z 平面で勝負したいので、形式的にここマイナスローに置き換えて書いてます。それからあともう一つ、ここの係数もですね、Z 平面で綺麗な形で書きたいので、ここでは C 並みのマイナス N っていうふうな形で係数の名前をつけています。が、本質的には何も、これまでやってきたことと変わりません。はい。その上で、今度は、Z 平面に移すと、この0か、単位円の内側で原点をくり抜いた領域っていうのは、Z 平面では単位円の外側で無限遠点を除いた領域になります。単位円の外側で無限遠点を除いた領域になります。はい。で、この場合ですね、級数表示解ですが、こちらの形で、セータ分の1を Z に置き換えたような形、置き換えた形になるので、この形になります。はい。はい。この形になります。で、ここ、N をマイナス N にさ書き、書き換え忘れたのに、ね、全部式間違えたんです。はい。なので、それで赤書きでちょっと直しているってところは、これが僕のですね、ちょっと、今日の、皆さんにお待たせしてしまった最大の原因なんですが、はい。それでですね、これ、この形を考えてやって、で、何度も言いますが、要するに、こいつは、こっちです。で、こっち側は、この領域ってなんていうわけです。で、それで、これを、上の式にまず代入してやります。で、これ代入しただけです。その上で、個別微分してやります。また個別微分します。個別微分してやります。はい。で、さっきやっぱりここも全部マイナスって、N、マイナス N じゃなくて N って書いちゃったので、全部ガーッと間違ってたんですが、とにかくこの形になります。その上で、先ほどの、パート1のところでやったのと同じように、ですからこの場合は、あ、そうだ。ここにケース2って書かなきゃいけない。さっきケース1が単位円の内側ですから、今度ケース2になるわけですね。で、ケース2に関しては、今度は、まず、なんだ、ここはケース1と同じです。だから、1マイナス Z の事情ってをばらします。で、最初のここに書いてある赤で波で書いたやつは、1の方をこいつにかけたやつです。後ろの方は、Z の事情を、マイナス Z の2乗をかけたやつが、ここの第2項目に来ています。で、第3項目と第4項目は何も手をつけてません。はい。その上で第1項についてなんですが、第2項以降はマイナス N 足すロー乗になってますね。Z の係数、Z の指数が。で、ここだけマイナス N 足すロー引く2乗になってるので、これをですね、形式上、マイナス N 足すロー乗に、要するに、ずらしたいんです。そのために何やるかっていうと、ここではですね、ここでは、これもちょっとさっき、間違いかけたんですが、マイナス m イコールマイナス n 引く2と変数変換します。マイナス n 引く2っていうのをマイナス m になるように変数変換しています。ここでは。はい。そうした場合にこうなって、この場合はですね、M は2から先なんですよ。2から先なんです。2から先なんです。はい。で、それに対して今度後ろの項ですね、赤線引いた方ですね、マイナスも含めて書きますが、マイナスも含めてこの赤線引いたこの全体、それ以外の項ですね。ここの部分なんですが、こちらはですね、Z のマイナス N 足すロー乗に対する係数なので、それでまとめてやります。そうするとこうなります。はい。ここで、この中括弧の中の最初の項は、この第2項と第3項をまとめて書きました。そして、あと残りのところがこれです。ここにマイナスは、マイナス、全体からマイナスをくくり出したので、ここがマイナスになってます。はい。という形になります。
で、そうするとですね、赤波で引いた方は m イコール2からなんです。ところが、z のマイナス m プラスロー上に対してね、m イコール2からなんですが、こちらはですね、z の同じ、z のマイナス n たすロー上に対して、その、n はどこから走ってるかって、n イコール0からなんです。で、合わせるためには、ここで n イコール0と n イコール1だけ別に書いて、それ以外はこの第1項とそれ以外とまとめてやんなきゃいけないんです。はい。なので、ここの中身で、n イコール0の項と n イコール1の項をまず書いて、それで、それ以降で n イコール2から先っていうのを、この赤の、このくくった、第2項、第3項、第4項でまとめてやると、こんな風な感じになります。で、その上で、赤波と一緒にしてまとめるとこれが出てきます。はい。で、この赤波印はどこに行ったかっていうとこれです。これです。はい。赤波印のところはこっちに行ってます。はい。で、あとは赤の箱印のところはおおむね言うとこれです。こんな風にまとまったということになります。はい。で、これが Z の方程式であると。はどうなるかっていうと、まず第1項が0でこれが出てきます。はい。その次。これがその次に出てきます。で、最後は、という形でこの3つの式にまとまります。はい。で、まとまって、それで、第1の式がこれが特性方程式なんですが、で、今の場合はどうし、C0 の波、カッコローが、これが絶対にゼロにならないと規約します。それによって、特性方程式っていうのはどうなるかって青で書くと、こうなります。はい。で、これ、因数分解できちゃうんです。したがって、これが解、特性方程式の解になって決まるわけです。で、さらには、これ使うと、
この2番目の式は、この場合にはこの2番目の式は中括弧の中に代入してみれば分かるんですが、これは0にならないので、したがって C1 並みの方が0にならなきゃいけないです。はい。で、ここまで出てきます。そしてその上で、あと、この式の中で、この中身ですね。ちょっとこれ、ここら辺ちょっと後ですぐ消しちゃいますが、ここのとここれ因数分解できるので、それちょっと計算をやってお見せします。これですね。こいつをローに関して因数分解できるかという。これは、ローじゃないですね。まずこんな風に展開できますね。展開できますよね。で、展開できた上で、これ因数分解すると、マイナス n 足すロー、括弧、ここプラスだから、足す入足す1括弧のマイナス n 足すロー引く入と。こんな感じになりますね。はい。こんな風に因数分解できるわけです。なので、ここのところは、という形にこれは因数分解できるということになりますので、それを使うと、本当だよな。こう間違ってない。また途中で間違えると、悲しいので、これでいいはずだ。ちょっと待ってくださいね。一回確認します。これで、合ってる。となりますので、したがってここから何が出てくるかっていうと、これが出てきます。はい。これでいいはずです。はい。で、今、
はい。で、この、全化式で、上のところで出てきている通り、C の1の波っていうのは0になりますから、この C の中で奇数番目がみな0になります。で、あとは偶数番目だけ考えればいいのでということで、偶数番目の式を書いてあります。で、そうすると N を 2L にしてやって、という形になります。はい。で、これで、これもちょっと下に書いておいてほしいですかね。こんなような形になります。はい。で、それで、ここで、で、ここはこれさっきの因数分解できますよという計算はこれです。はい。で、これもうちょっといらないので消します。はい。それで、その上で、あとは、A というか、ここではもう、ニューが偶数とか奇数ではありません。なので、カッコ1として、それで、ローイコール、ニューと選ぶと、どうなるかっていうと、ルジャンドルの、というふうになるんですが、これ、ローとして、ニューを入れてやるときに、やっぱりここのところの、ニューマイナス 2L たす2っていうのが、こいつが、ここのところが、ここのどちらかが、0になってしまいます。はい。本当に合ってるな。大丈夫か。はい。なので、こいつは実は多項式になる。最初に0になるのどれかな？この中で最初に0になるのは L を大きくしていったときに最初に0になるのはこれか。0から、最初に0になるのを μ にしてやると、だからこれは、よいしょ、小さいところに書くのにすごく力がいるんですよ。こうなります。はい。で、こいつが、マイナスが抜けましたね。またやってしまった。マイナス 2L 足す μ ですね。だからこっちもマイナス 2L 足す μ ですね。
こういう形になります。はい。それで2分の1を入れて、これでいいんだな。そうすると、うん。これでよくて、この場合には、これは、Z の入値の多項式になっていまして、多項式になっていまして、で、これで、ということで、さっきの C0 波の2を適切に選ぶと、やっぱりこういうふうに、第1種のルジャンドル関数になります。そしてあともう一つ、今度は括弧2番目としてローイコールマイナス1マイナス2をと選ぶと、だからここ W1 じゃなくてこっちを W ニューにすればいいですね。はい、ここは W1 じゃなくて W ニューにしておきます。で、こっちは、となって、こちらは決して C 波は、なんていうか、ゼロになることはないので、こちらは級数になってる。はい、級数になってる。で、こちらが、こちらが、こちらが、こちらの形が、吸入 Z っていうふうに、一般には書かれるんですが、こちらは第2種のルジャンドル関数ってやつが出てくるんです。はい。で、ここから先。で、第1種のルジャンドル関数の標識と第2種のルジャンドル関数の標識は、私の、どちらも、これは、
僕の書いたこの、田中林海老沢教著の電子情報系の応用数学と朝倉書店から出ているこの本の中の第6章に第1種のルジャンドル関数、第2種のルジャンドル関数の標識も含めてきちんと書いてありますので、そちらで見てみてください。で、あとそれ以外での、ポイントとしてはですね、ポイントとしては、あとは、ロドリゲスの公式と、それから、ということで、これらについてもこの田中林海老沢の、電子情報系の応用数学に書いてあります。第二種のルジャンドル関数のきちんとした標識、どういうふうにして C0 を選ぶと出てくるかも書いてあります。はい。それから、この第一種の、ルジャンドル関数の標識も、書いてありますので、そちらの方で、参照、このロドリゲスの公式とシュレーフリー積分についても、合わせて皆さんぜひ一度は参照してみてください。はい。これで一応ですね、2023年の5月の、10日の、応用微分方程式論の授業は、ここまでにしたいと思います。何分超過したかな ?1 分超過しましたね。はい。皆さんもうお昼ですね。はい。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。Thank you.